まあ、あとは、まあ、最近はもう電光掲示板発達してきてますので、はい、それぞれのローテーション終わるともうすぐ順位出てきてますのでね、はい、そういうところでは、まあ、一応作戦として今どういうところにいるのかということで見ることはあるかもしれませんけれども、演技の途中で他の選手を見るということはおそらくあまりないんじゃないかと思います。オノディ前転飛びから真の2分の1ひねり、はい、先ほどヨーハ選手は抱え込んでの2分の1、はい ね、はい、こちらは屈伸の2分の1、着地も決まっています。ヘンリエッタ・オノディ、9.950 という得点。今年のパリの種目別の世界選手権跳馬で優勝しています。オノディ、床は第2位でした。昨年の世界選手権は不調に泣きました。その屈辱をこのオリンピックで晴らそうというオノディ、2本目、今度は頭ついてしまいました。ちょっと2本目の跳躍としては良くないですね、はい、でも1本目にもう得点が9.95 出されてますので、はい、一応この点数はもうなくなりますけれども。そうですね、これは今はどこが悪かったんですか。そうですね、もう少し飛躍を大きくしようとして少し早くに体を開いてしまったようですね。あ、頭からマットに、こういう時跳馬は本当に日本あってよかったなと思うんですね。地球とおでこをぶつけてしまいました。オノディ 9.950、 これは1本目の得点。